ます。おはようございます。おいでね、お疲れ様でした。ありがとうございます。昨日と今日とね、24時間あったのですが、ラスト配信、ラストショールーム、ショールームはラスト配信ですね。あれめっちゃ声震えてた。自分でも分かるぐらい。なんかオーディション時代思い出したなって思う。オーディション歌唱審査の時もさ、めっちゃ声震えてたからさ。夢のデッドボディね、夢の死体。ってコメントに書いてあったわ。そういえばデッドボディでした、痛みやったなと。なんか一回調べて、大掃除これから。いや多分ね、大掃除という大掃除はしないと思う。まあ掃除はするかな。だってちょくちょくちょっとしたじゃない、結構掃除してるから。夢したいとかあったら、ああわいやった。ゲスの衣装、多分な、一緒なんよな。あれ、夢のデッドボディとゲス衣装、まあ、だってめっちゃ似てるもん。私食べた、おせちはまだない。おせちはお正月に食べます。おはようございます。夜勤帰ってきて6時。夜勤ってそんな早いっけ。まあ仕事によるか。今日はね、ショールームは今日ラスト配信なんやけど、何あれ、ルームスで夜の7時半から、まあ、7時半ちょっと前から、違う7時20分7時20分ちょっと前からルームズ配信します。8時までだけどね。8時までしかできないけど、一緒に紅白のやつを、紅白を見ながらやりましょう。そういうことでリアルタイム一緒にね。ねえ、今日年明けってさ、普通にえぐくない？ルームスの、ルームスの時間に会うと言えば最後ですね。いやーもう叫んじゃうかもね。
そばも食べます。今日は家族と、今日はおばあちゃんも来てくれる、ね、からみんなで食べるよ。みんな集まる、みんな集まれててもそんだけど、年齢的に確か写真もできない。そう、8時までしかできんから、やみつらみ、あと6年待ってください。あれさ、あと5年、やばいな、あと5年で普通にやばいな。私はまた何するの？え、特に特に何もしてない、ハッピーニューイヤーって言ってるだけ。前髪が長いよ、邪魔だな。5年とスタートになってなってる、確かに絶対なってる。だってまあでもどうやろうな、小学校6年間であんまり早かったなって思わんかったんよ。そうやし短そう。今日はそば食べ、年越しにそば食べて寝ます。何もできないからね。でもあれですよ、何時かだから夜、あの何人かは YNN さんで年越し配信するので皆さんさよろしくお願いしますね。ハミちゃん見れないけど、最近笹岡さん配信見かけない。え、でも28出てたよ。じゃ寝てるからね、ママ。あやみが朝早いから。ママなんかにむせてる。たまにある。時間が経つのが面白かった。よかった。で鼻水、なんかもう鼻水赤って、もう前さ、さてかもう
13年間、13年間は言い過ぎ、ずっとなんよな。ちょっとリアルすぎる話をすると、まず寝てる間に鼻水が出ます。それが鼻の中で、鼻の中で固まります。寝てる間にね。ほんで起きます。でその固まってたものたちがとげるっていうの、朝あの顔を洗って、あったかいので洗ってるから溶けるっていうか、ちょっと出やすくなるくて、それでめっちゃ出てるって感じ。これすごいリアルな裏話ね、あゆみの体内の。あたかともさん、くまちゃん、ありがとうございます。なんか白目になってる、わざと。だって怖いもん、目に入んの。なんかゴミ入ってる。固まってたもん。そう、その子たちが、そう、花の裏話。はい、ピヨコさん面白かった。ほんまに朝6時から何を見せられてんねんって思ってる方絶対多いって。正常の、そう、これがもう普通。これが普通になってきてる。トイレの料理やばかったな、びっくりした。あれ裏でさ見てたんやけどさ、ほんまにえっ、と思っちゃった。こよちゃん、こよちゃん大丈夫かな、死なへんかな、誰かって思いながら見てたけど。夏あれ見てたから、パリピのテンションついていけなかった。やばいね。あみも、あみたちもほんまに必死やった。その配信前にテンション上げるのに、もう寝起き、ほぼ寝起きやからさ、普通あの時間起きてないだよ、あみ。始まった時間まあ30分後に起きてる。よいしょ。いや、なんかおるな。まあいいわ。深夜2回目です。20時間ぐらい見てました。すごっ。消えた、ゴミが消えたぞ。これで目がゴロゴロしなくなった。あわ、アホ毛大爆発。隠しとこう。22時40分ぐらいに出るらしいけど、起きてる。
待って、配信できひんじゃん。じゃあ配信中にいないんか、悲しいね。まあでも多分眠くなってきてるぐらいから、それでテンション上げますか。お、164だって、すごいね。なんかさ、夜中になるとさ、寝てるけど声聞こえてるみたいなのがあるから、眠かったらなんか脳は動いてんねんけど、目つむって寝てて音聞こえてたてるみたいなさ、やつがたまにあるよね。しこしの瞬間起きてる？うん、起きてる。いや、起きれるよな、普通に。寝ろって言われても、まあ寝ろって言ったら寝れるけど、あ、起きとけって言ったら結構普通に起きれると思うよ。み何もせずに起きとけって言ったらすぐ寝るかもけど、暇で紅白見ながら。もう起きろ、でも寝ろって、寝るなって言ったらさ、いくらでも起きれんねんけど、逆に起きるなって言われても永遠に寝れるんよな。不思議な体質、人間って。よし、絡まってる、一本で絡まってる。夜遊びね、ないアイドルか、アイドルか。なんか夜遊びはね、聞いてはいたけど、最近どんな曲があるかあんまり分からん。またアイドルでめっちゃバーンってなった。YOASOBI で結構流行って、 YOASOBI じゃないわ、夜にかけるで結構流行ったね。今年は毎日走りごと楽しかった。でもよろしくね、ね。やばい。頭に残ってるね、これ。今日キスの唐揚げ見たっていうか、全部生で見てた。だっていたもん、その場に。やってたからね、回収してたからね。さきちゃんは、でもさきちゃんだけ、休憩生はさきちゃんだけ横で袖で聞いてた。それ以外の休憩はみんな生で見てた。歌ってる姿、若ゆかがおもろかった。
今思い出してんけどさ、若ゆかの何あの演技っていうのミュージカルみたいやったけど、あのための衣装持ってきたんよ、夢のデッドボディの衣装買ってん、似てるやつ。でも靴がなくてさ、セーラー服の靴のままやった。テトリスやばかったな、ほんまに面白かった、大爆笑してたよあれ。え、テトリス、そうテトリスは多分あゆみが出れない時間帯でやってたから、たまに出てきてたりしたね、なんかほんまに不審者並みやった。あれを外でしてるとほんまに不審者やと思われるよ。これはみんなで欲しい。夜は私は寝てましたね、朝早かったんで。パリピのために寝てました。できるだけ早く寝ようと思ったけど、あんまり寝れへんかったからもずっと寝てた、配信の間。なんかさ、あやみさ、そのなんだっけ、何言うとんだ、あ、そうそう、朝にパリピやってから次のやつまで7時間ぐらい時間あったんですよ。だからずっと寝てた。パリピのメガネ途中からさ、ズレ落ちてくるの直すのさ、ちょっと映ったらさ、なんか一回直してるのってあれやなって思って、もう途中からかけとったよ。どこらわらしてる、なんや、いつかなくなるでしょ。なんかね、寝ようって思ってもさ、あれなんかちょくちょく起きちゃってさ、2時間ずつで起きちゃってさでもいっぱい寝た気分やった。何回も寝たから、何回も何度寝したから、いっぱい寝た気分してた。みんなさ、明日はね、あ、つなぎのムーンヘアでおじさんがやってた、やってた
4人そう、みんなでみんなでちょっと出しちゃいけない言葉を整理して避けてた。まだ言ってか。9時ぐらいに終わりましょうか。無音部屋めっちゃ楽しかった。何言ってもバレへんもん。そう、でも口元で分かる人とかもいるから、ケーキ良くないことを言うときは見えないようにしてた。良くないというか放送禁止よ。配信中にと怒られるやつ。そんな叩かれたり炎上はせんけどな。会議の時も楽しかった。なんかさ、そう、あの無音部屋ありきが面白いよね。なんか ほんまにおもろかった。別にね、なんか面白いねんけど面白い、ね、多分受けはするねん。人によっては分かるけど、まあ、受けはするけど、でもあれ、おじさん構文使ってるんやったらもう OK か。そうだね、おじさん構文のカードゲーム使ってたら多分 OK。 キュッキー OK だわ。でもなんかおじさん公文の中でも普通のやつも結構あったね。土曜日空いてるかなみたいなのもあった。愛してるみたいな。アミちゃんにロング、あれ、おじさん公文のやつ。あ、おじさん公文のやつか。アミちゃんに見せちゃいけない。アミちゃん清楚系なのこれで。こんなオタクで騒いでるのが清楚系なんだ。どうも清楚系です。いや、名乗れんな、さすがに。結構叫んでるからね。清掃とは思えないぐらいあいちゃん湧いてるからね。いつも常に湧いてるからね、何かに。も
も最近もね、推しの声優さんを知ってずっと湧いてました。もう声がめっちゃいい、あの好きなさ声優さんが声優してくれてたからさ出たからさってやばいな。あみちゃんがもうせそけめば、あみちゃんがもうせそけめば、あみちゃんがもうせそけめば、キウキ、清楚ってなんや。レオちゃん静か、清楚なんかな。なんなんやろね、清楚なんかめっちゃ膨らんでんね。あ、リオピだね、リオピ清楚系かも。リオピや、リオピ、キウキの清楚系はリオピですね。決定。リオピ料理もできるしね、お嫁さんにしたい。嫁さんにしたい、美味しい料理作ってほしい。清楚系の中身おじさんが一番持ってる。あれなことない気もするけど、確かにまあまあ面白そうだね。深めで清楚感のある容姿は謙虚で何ましい態度全般のこと。え、難しい言葉がいっぱい。毎回のコーナー、え、ちょっとだけ見たよ。マジでね、すごかった。あみほんまにマイクラするんやと思ってた、みんなで夜中に。みんなでマイクラをして楽しもうみたいなやつかと思ってたけど、違うみたいだね。マイクラで耐えてたりす、おもろい、おもろいわ。まあ子供から人気なのはマイクラだよね。でもガチ勢が多いのはテトリスの方が多そう。マイミはマイクラかな。テトリスあんまやったことない。まあ勝負内容違うけど。どっちのが好きかとは違うけど、なんか舞さんの知らないでね。ほんまに夜中になったらああいうことをするメンバーが増えるということですね。キウキもどういうのする、ほのちゃんとか何するんやろ、全身タイツとかするんちゃう、いつか。ほのちゃんももう夜中出ていいからね。もう、お、壇上を読みます。します。13位しょうまさん、ありがとうございます。12位じめんさん、ありがとうございます。11位すのさん、ありがとうございます。10位たつにんやさん、ありがとうございます。9位まそうさん、ありがとうございます。8位ヨモくん、ありがとうございます。7位ヨシさん、ありがとうございます。6位ケイさん、ありがとうございます。5位風呂敷さん、ありがとうございます。4位のブキチさん、ありがとうございます。
3位トミさんありがとうございます。2位高本さんありがとうございます。そして1位はとかともさんでした。ありがとうございます。ありがとうございました。ちょっと読みますね。ハート、レインボースター、花火、だるま、ヨヨとしお、かわいいやつ、ピラピラ、金銀ピラピラ、音符ありがとうございます。今日もたくさんありがとうございました。これが今年の今年の最後ショールームです。もう明日、もう次のショールームは来年明日と当たりますね。はい、明日ね、何時かわからないそう、明日の公演の入り時間によるので、まあまた、うん、7時か8時半、7時か7時半ぐらいにはしたいなと思ってます、ね。はい、はいでは明日はよろしくお願いします。で、7時ぐらいからかな、7時ぐらいからルームズ配信するので、それもよろしくお願いします。では良いお年を。ありがとうございました。また来年ありがとうございました。良いお年を。バイバイ。